よーし、お昼にしよう。トウカちゃんも一緒に食べよう。天気もいいし牧場でみんなで昼下だ。ではまたみんなでおかず交換をするのだ。なんだね、いつかくん。悪いがいつか、俺は彼女持ちとは昼飯を食わない主義なんだ。それに俺はこれから学食に行くんでな。さらばだ、いつかくん。君に幸あるな。するの？誰か来たら。大丈夫よ。早くしなさい。こんなに長いの？入るの？そう見えるけど意外と入るの。やってみなさい。さあ早く上に乗って。上に乗るの？怖い。大丈夫よ。こういうことは誰だってするんだから。先の方が熱くなっている。そーっと触るのよ。そう、ゆっくりと動かして。入れる。いい？いいわよ。ゆっくりとね。入った。どう？大丈夫だったでしょ？思っていたより簡単にはまった。でも本当にやってよかったの？これくらいどうってことないわ。彼氏くんともいずれこういうことをするんだから、今のうちに慣れておいた方がいいのよ。指導ともいずれしてみたい。そうでしょ？毎日一緒に過ごしていれば結構すぐその時が来るわよ。彼氏くんね。いや、防災訓練の連絡事項で学校に来たんだけど、ついでに折り紙にちょっと用があったのよ。で、救命用具の確認しながら保健室で話をしてたの。ん？ああ、ちょっとね。蛍光灯の交換、椅子の上に乗って。そう、ちょうど切れちゃってね。それで私が変えちゃおうって言ったら、折り紙が電気をつけたまま交換するのは危険とか言い出して。蛍光灯が発熱する。面倒でも電気を消すべき。まあそんなわけでダラダラとやってたんだけど、折り紙が学校の蛍光灯を変えるの初めてだっていうから、折り紙にやらせたわけよ。いい経験になった。あら、2人がこのまま一緒になったら電球の交換くらいするでしょ、彼氏くん。なに照れてるの？私、折り紙から2人のこといろいろ聞いてるわよ。今さら照れても遅いって。聞かれたことに答えただけ。最近は激しいって話？私の願望を加味して話をアレンジしたかもしれない。ああ、先生が一人急性盲腸炎で病院に運ばれて、その付き添いに行ったらしいわよ。勝手じゃないわよ。出ていく前にちゃんと許可はもらったわね、折り紙。そう、先生からもちゃんと頼まれている。ほらね。だからあなたたち、次の授業は多分自習よ。私はこれで帰るけど、頑張ってね。じゃあ、彼氏くん、折り紙、またね。分かった。でもその前に一つ提案がある。戻っても次の授業はどうせ自習。それならシド、このまま保健室にいた方がいい。次の授業が自習な以上、サボりではない。少しシドとゆっくり話をしたい。ダメ？とりあえずコーヒーでも入れる？インスタントがある。お湯はポットから拝借する。水を足しておけばまた沸くから問題ない。味は変わらないと思う。シドは嫌。そうかもしれない。他に代用できそうなものといえば洗面器になる。できた。いろいろなものが置いてある。シド、身体測定は可能。170センチ。100.5キロ。乗っけていない。それはできない。規定で禁止されている。次は何をする？座高も測定する？指導、大胆。指導がベッドに入るって言うから。人気のない部屋、整えられたベッド、そこにいる男女、状況から考えて実に違和感のない体勢。指導。指導。また前みたいに指導の匂いを嗅いでもいい。今日はこのままがいい。なかなか収まりのいい場所が見つからない。そうはいかない。すでに私の体には火がついてしまっている。指導には責任を取ってもらわないといけない。すみません。指導、狭い。そう言われても難しい。静かにしないと見つかる。スリルに満ちた体験だった。指導のすごく硬かった。腹筋が。違う。肩幅。そして黒かった。違う。もっと下の方。ベルト。今日は非常に刺激的な体験をした。非常に満足。それでもいい。時間的にもそろそろ授業が終わる。分かった。指導は先に行って。いつかお前、実習の間どこにいたんだ？そういえば飛び位置もいなかったよな。二人で保健室にいた。何？お前らまさか。そのまさかかもしれない。やらしい、いつかくん。授業サボってどこに飛び地さんを連れ込んでんのよ。不純一性交友だわ。不潔よ。ついに一線を越えたのね。シド、こういう時は日頃の行いがものを言う。聞くわ。めちゃ引くわ。超引くわ。さようなら。君と僕とはもう違う種類の人間になってしまったんだね。飛び市さんの下着を毎日嗅いでるんですって。とてつもなく黒くて硬くて大きいらしいわ。さすが野獣。歩く成人して。飛び市さんで100人目の獲物だって。この前ホテルで記念パーティーを開いていたらしいよ。飛び市さん、なんであんな男に。